様です やっほー、ジンさん、アランさん、アッキーさん、K1 さん、キムさん、アンドゥさん、ユートさん、ショウダイさん、マシオさん、避難してるカズさん、マコチャさん、アッキーさん、ナオナオさん、ギフトありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でございます。髪の毛がパッサッパッサ今日なんかすごい蒸気重かった。こんばんは。お花見した。お花見してない。お花見したい。お花見したい。お花見してないんだよね。なんかちゃんと、なんかそう、昨日も言ったけど、なんか友達とか、なんかお弁当とか作ってさ、ピクニックみたいなのしてさ、お花見してる子とかいてさ、めっちゃ可愛い。やりたい、ひなも。ひなも、お花見、可愛くね、めっちゃ。ちゃんとご飯、なんかサンドイッチとか作ってさ、お花見とかめっちゃ可愛いない？普通にやりたいんですけど。おすすめですか、お花見って。お花見ってどこなんだろう。東京のお花見。あ、なんか唇乾燥する。
あれかい、桜のお祭りしてるよね今さ。結構みんな行ってない？インフルエンサーさんとかも。てか去年行った。まあ、もう東京も2年目になるのかという感じですね。ほんと。あのお祭りみたいなさ、出てる。お祭りの出店みたいなのしてる。目黒川、それかも。それ去年行ったかも、今。それ去年行きました。お祭りみたいなね、やつね。こんばんは。お祭り行きたい。お祭り行きたいな。あひこの桜見えますね。見たかった。あひこの桜、あひこの桜見ないと春過ごせない。春を過ごし、ちょっと日本語が出てこない。俺はやっぱり彦の桜が一番好き。うわ、嬉しい。彦の桜格別ですよ。綺麗だもん。なんかずっと喉の調子悪くて、今日もラジオの収録があったんですけど、すごく言ってたらごめんなさい。体調良くなった。まあ元気ではあります。元気ではあります。大丈夫です。はい、始まったです。どうだったよ。やひん。
love. Thank you. Thank you. I love you. メイク変えた、めちゃくちゃポジティブ。嬉しい。メイクは変えてないけど。ありがとうございます。最近ポニーテールとかしてない。ポニーテールとかしてないの、あんまり。なんかひなさ、何が結局髪型に合うのか本当に分からなくてさ、みんなは何が好き、結局結局なところ。でもなんか違くて、なんか今のこの髪の毛のね、感じ的にね、なんかこっちの髪の生え方と、ひなの理想はこっちの髪の生え方のこの、この、ここ、ここの髪の生え方が、すごい左側の顔は優勝してるんですよ。でもこっちがあんまり良くなくて、髪の生え方が。だからなんか、ポニーテールとかしたりすると、それが気になって、それがね、嫌なんだよね。なんかこっちの髪の生え方が、よろしくなくて。そう、だからなんか触覚も、なんか綺麗に作れないよ、こっちの。こっちの髪は悪くて、こっちはいいよ、ほらほら、こっちは良さげなんよ結構、けどこっちがあんまり良くない。だからなんかライブ映像とか見てても、なんか右側の顔が映った時に、なんか触覚の感じがよろしくなくて、いつもポニーテールしたくなくなる、ポニーテールしたくなくなるそう、こっちのね、髪の毛がすごく、この前髪から触覚にかけての生え方はこっちは優勝してて、ほらわかる、なんかもうこのハゲに見える感じ、ハゲに見える、右側は。だからなんかね、あんまりね、髪の毛結びたくないさ、髪の根っこからの、根っこからの毛の生え方とかもさ、それぞれ違うからさね、大変なお話でございます。大変なお話でございます。したいんだけどね、本当は。ポニーテール、難しい。顔の向きも左右ってイメージ、イメージというよりかは、あのひなの顔、人間なんかみんな顔左右非対称じゃないですか。こっちの方が漏れる、普通に。目の開き具合、目の開き具合と鼻、小鼻がこっちの方がちっちゃいから、こっちの方が漏れる、わかるでしょ。これとこれ全然顔違うでしょ。もうだからひな、本当に右の顔大嫌い。もうこんなに別人なんだよ、この顔とこの顔、こんなに別人なんだよ。もう多分、もうまず目尻がこっちだけ上がってんのよ。だから目がこうなってくれたら、まあまあまだ違う。あと小鼻もこっちの方がでかいから、そう、小鼻もこっちの方がでかいから。あと多分ね、この顔のね、骨もね、ちょっとこっちの方がね、あんまりよろしくない気がしてる。まあ今カメラがね、ここにあるからちょっと違うんだけど、前回のライブ、サツカ右側からと、いやひなね、いつもね、そうなの、ひなサツカマジで左側から撮ってほしくてあの結構うまく写真撮ってくれる人が、あの右側にいると、あー利き顔じゃないっていつも思ってる、心の中で
もうこれはずっとさつかの日はお願い左に行ったっていつも願ってるそう、さつかの時はマジで左にいてほしい全然何でも何でも大丈夫ですけど、そう、さつかの時はマジで左にいてほしい。ファンから見た右側、そう、もうね本当に右から撮った顔と左から撮った顔もう0と100で違う、もう多分別人本当に。え、分かるっしょ、みんな見てて、こっちから撮った顔とこっちから撮った顔もう本当に同じ人物とは思えないそうっていつも思ってる同じ人物とは思えない、すごどうですか。わー、お腹すいたよ。お腹すいたよ。ブルベに転校、いやそれはね違くて、イエベでもいけるピンクみたいな、だからそうザ・イエベを卒業して、あのブルベとブルベでもいけるピンクを使ってザ・イエベ卒みたいなそうしてます。そういうあのそういう運動を今自分の中でザ・卒脱イエベ運動を測ってます、はい、だってそれこそこのリップだってね、ちょっと待って、このリップだって今まではこれ使ってたの、アップルブラウン、これザ・イエベン、でも今はこっちピンクパンプキン、ザ・イエベじゃないけどイエベでもいけるピンクみたいな、なんかそれこそめっちゃめっめっちゃブルベナリップってこういう色だからって考えたらこっちの方がオレンジじゃん、こういう感じ、これはもうザザブルベナ色、これはまあちょっとオレンジとピンクが混ざったピンクみたいな、これはもうめっちゃオレンジ、わかるっしょ、こう並べてみると違いわかるくない、もうこれはもう本当に青みの似合う女の子がつけるか、これとかね、でもおひなもこっちもデビューしたくて最近こっちをね買ったの、そうだからちょっと最近勉強中、こっちのピンクも似合いたいっていう強化月間、
強化月間でした。でもあのピンクをのせすぎるとちょっとあのブルベすぎちゃうから、このいつも塗ってるこのオレンジのリップをピンクの上に重ねることによってあのちょうどよくひなでも似合うあのリップが出来上がるっていう気持ちです。はい、だからちょっとリップをこういうねブルベ系にしてみて、上からオレンジを重ねるみたいな。これだけだと本当にひなブルベの色に合わないから、だからオレンジを重ね付けしてみたいなね。そう、まあ何が正解か分かりませんが、やってみたりしてます。難しいよね。でなんかちょっと統一感が出るようにさ、こうやってほっぺに塗ってみたりとかね。やっぱリップとチークはできるだけ同じ色じゃないと統一感ないから、こうやって鼻の下とかにも塗るとちょっとほてってるみたいで可愛くなるとかね。そう、顎とかと統一感出る。興味ないかもしんないけど別に興味ないですよね、普通に考えて。わかんの。リップをチークにしてるのは変なイメージだけど、みんなしてるか、めっちゃ人によると思う。私はどうしてもリップを口以外に塗るのは嫌っていう子もいる人は普通にちゃんとチーク使ってるだろうし、変なももちろんチークは使ってるよ。これ最近のおすすめチーク、なんか肌が白く見えるこのチーク塗ると。そう、でも指でもいけるピンクでめっちゃおすすめなんだけど、ひなみたいにもう顔に統一感出したいの人はリップをチークにしてる人も多いと思います。うん、かな。人それぞれですね、本当に人によるすべてのメイク方法は。奥が深いんだね。奥深いよ、メイクだってすっぴんからこんなに別人に変わっちゃうんだが、もうひなのすっぴん見たことある？バケモンよ。バケモンよ、バケモンよ。まあ、バケモンよ。
ね、それがメイクのおかげでこんなに見違えて少しはマシになれるっていう、少しでも自分に自信持てるメイクがあれば、今はメイクしたところで自分のことはあまし好きではないけれど、でもやんないよりは絶対にそりゃそうけどそれはそうけど、泣いちゃう日もあるけど、ずっと一緒にいようね。だってさ、こうやっていつも配信してるときひなめっちゃ右見るやん。右に鏡があんのよ。なんか、あの、配信してると、あの、その、どうしても自分の顔が画面に映ってるやん。で、それめっちゃ嫌なんよ。いや、でもないと確認できないから嫌なんけど、自分の顔を見るのってなかなかさ、あんまり別に好きくないやん。だから、なんか配信してて、こうやって自分の顔があると、なんか、どうしよう、なんかこれが足りない、アイライン引かないと、なんか可愛くない、どうしよう、ビジュアルいいとか思って、この鏡確認しちゃうの。それで、別に配信してるだけなのに、めっちゃメイク直しちゃう。別にこれから寝る、これからもうお風呂に入って、寝るだけなのに、メイクを直してしまう。もう、どうしても、ここに自分いるからさ、今。ここに。だからもうなんか、悪くないと思って、こうやって、鏡画面みたいな。だからひないつも右見てるんですよ、頻繁に。そう。とか言ったそばから鏡見に行っちゃうっていう。もうほんと足したくなってしょうがないの、もうなんか配信してるとどうしても自分の顔が目の前にあるから。ほんとに許してラプンツェー、髪の毛下ろして、そう、コメントもここにあるから、ここに。ここに。それしたら配信終わろうかな。疲れた。今日もなんかめっちゃ疲れた今日。疲れた。今公式サイト見てるけど、ヤヒちゃんが一番かわいい。いや、ありがとうございます。なことです、頑張ります。頑張ります。毎日お疲れ様、ありがとう。皆さんもです。めっきりハンガオ配信なくなって少し寂しい。
まあすっぴんで配信する機会がちょっと少なくなったからね。当時はすっぴんで配信してたから、こうやっても版画を隠してしまえば勝ちなとこありましたからうん、ありましたから。臭くて言えないこと、ありがとう。懐かしい、懐かしいっしょ。だってもう寝起き10秒で配信してたんだよ当時。やばくない？普通に考えてバカタレなの寝起き10秒で配信してた。そりゃね、ちょっとあのスピン隠しますよ隠しますよ、すっぴん隠させてくださいよ。ね、あれから時が流れ、私も大人になりました。顔もきっとその少しは大人になっただろうしね。やっぱり、うん、当時はもっと若かったと思う、顔が、はい、ということで、旅猫さん、新米さん、ギフトありがとうございます。そろそろ配信終わりにしようかと思います。では左前、まあ、ショートに見えない、ちょっとボブ、ボブとショートのどっちが違うか、どっちがどっちか分かんない。ひながボブになったらこんな感じ一生しないけどね一生する機会ないけど、はい、ということでランキングを見たいと思います。13位 ARK さん、12位ジンさん、11位鶴さん、10位正代さん、9位キムさん、8位避難してるカズさん、7位マシオさん、6位埼玉のおじいちゃんさん、5位アンドゥさん、4位ナカさん、3位ナオナオさん、2位ケンワンさん、第1位ユートさん、ありがとうございます。ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。また明日配信します。バイバイキーン、おやすみ、またねー、ありがとうございました。